で、ファミコン NC になると、すげえいい音だな。10ミリ、やっぱ4ミリ違うだけでこんな違うんだね。どうも皆様こんばんは、セゴリタ3世でございます。さあ、今日ご紹介する商品はこちらです。ファルコン ANC です。さあ、ついに来ましたよ。ノーブルのファルコンです。過去にはですね、こちら、ファルコン1、2、そして、ファルコンプロと続いてきました。こちらのモデルはすべて、ノイズキャンセリングはなしというモデルだったんですけれども、今回初めてですね、こちらに搭載されたというもの。ノーブルは他にもですね、フォーカスプロっていうのもありますけど、これちょっとね、また毛色が違うんで、今回はこちら、歴代ですね、発売されたものと、ビシッと比べていきたいというところでございます。本日発表5月13日に発売。何言ってもいいよということなんで、何も考えずに自由にですね、思ったことを言っていきたいと思います。というわけで、行っていきましょう。はい、というわけでこちらがノーブルのファルコン ANC です。開けていきましょう。ダララーン、出ました。ノーブルという風に書かれていて、下開けると、クイックスタートガイドですね。英語版と日本語版があります。これは本体なんで、後で詳しく見るとして、付属のパーツとしてですね、専用のケースに USB-C のケーブル、ウレタンチップに、スピンフィット製のシリコン製イヤーチップ、CP360F が付いてきます。こちらはですね、初回生産分のみです。ワークアウト時も安心な異なる2種類のイヤーフックも付いてきますよ。ほんでこちらが本体になるわけです。まずケースからいくと、このようにノーブルファルコン ANC という風に入っています。後ろ側には USB-C の充電口、前側にですねバッテリー残量分かるようになっていて、パカッと開けるとリセットボタンがありの、この中にですね収納していくという形になります。過去のですね3作ですよね。こちらが2、そしてファルコンプロですけれども、形はですね、ほぼほぼ同じですかね。細かい仕様も似てるかなっていうところ。リセットボタンはですね、ファルコンプロからですね、搭載されているので、2にはありません。高さ比べるとですね、若干厚みも出たかなっていう感じですね。1だけはね、このような形になっているので、ちょっと違うかなっていうところですけどね。こうやって比べてみるとですね、それぞれ毎回形がですね、少しずつ変わっていってるのがわかりますね。イヤホンそのものはこんな感じで、ちょっと今までとはですね形が違うものになっています。ここにですねマイク、指向性マイクがついているんで、声がより拾いやすくなっている。タッチセンサーも搭載されているので、細かい切り替えもタッチで行います。で、このようにケースに収めていくという形。ファルコン ANC には3つの進化ポイントがあります。音質面での進化、使えるガジェットとしての進化、そして専用アプリも大きく変わりました。ノイズキャンセリングはフィードフォワードとフィードバック両方兼ね備えたハイブリッド方式。またノーブルの創業者ジョン・モールトン、ウィザードと呼ばれてますけれども、 ANC オンまたはヒアスルーの有効時オフと変化を極力抑えた繊細なチューニングになっています。 10mm 系のデュアルレイヤードチタニウムドライバー搭載。ファルコン2、そしてファルコンプロは 6mm だったんですけれども、こちらも大きくなりました。新たなオーディオプラットフォーム、スナップドラゴンサウンドに対応。AAC、SBC のほか、AptX、アダプティブ、ローレーテンシーモードにも対応。あらゆるコンテンツをストレスなく楽しむことができます。他にも複数のデバイスに同時接続できるマルチポイントや、バッテリーの片減りを防止できるトゥルーワイヤレスミラーリング対応。ハイプレッションコネクトテクノロジーによって、従来以上の接続安定性も実現しました。イヤホン本体で最大約 8.5 時間。充電ケースを使えば、イヤホン本体4回分充電することができます。 IPX4 防水、新しくなった専用アプリによって使いやすさや細かなカスタマイズもできますよ。万が一紛失してしまった時も、特別価格で新品と交換できる紛失保証サービスもあります。とまあいろいろ説明してきましたけれども、大事なのは音質ですよ。これからつけて確認していきたいと思います。はい、じゃあつけていきましょう。どんな感じなんでしょうか。装着するとこんな感じに見えますよ。ほんとマイクっぽいですよね。このようにふわっと縦型になっています。アプリと接続するとこんな感じの画面になります。アプリのバージョン 1.0、 こちらはですねまだテスト版なので、正式リリースになるのはね、どういう風なものになるかっていうところなんですけど、まあ一応こんな感じの画面ですね。バッテリー残量が表示されていて、外音取り込みですね、ここでオンオフ切り替えることができます。音楽の再生設定とか、ここで切り替えることができて、
取り込みの音量ですよね。大中小というふうに切り替わっていくっていうことですね。でノイズキャンセリング効果、ここもですね大中小と切り替えることができます。うるさく感じた時にはここから下げていくっていうことですね。あとイコライザーです。 31Hz から 16kHz まで細かくですね指で操作することができます。設定はですね3つまで入れることができるのと、低遅延モードとマルチポイントモード、こちらもどちらか選ぶことができる。あとはタッチ操作の割り当てとかもいろいろ変えられるんだ。シングルタッチの再生停止、電話に出るっていうのは変わんないんですけど、ダブルタッチでどうするかとかですね、そういったものを左右で切り替えることができます。それぞれですねこのように設定のところを押したりとかするとより細かくですね操作っていうのができるんですが、大まかなところですよね、まあ、ここでですねババーンと一気に見て操作することができるっていう仕様は、なるほどね。マルチポイントとかもこのようにパパッと切り替えることができます。赤外センサーのオンオフ、あなるほどね。あすごい簡単ですね操作がね。でカスタマイズ、あ動いてますこんな感じ。まあ、自分使わないなっていうものは消していくっていうこともできるし、追加でもできる。まあ、一回消してしまってもですね、まだここから出てくるってことですね。はい、今工事現場の音を直接パソコンから流していますよ。じゃあノイズキャンセリング行きましょうか。スイッチオン。ちょっとふっと聞きました。じゃあ一気に台まで行きましょうか。ほい。あ、聞く聞く聞く。こっち押してからスーってくるって感じか。めちゃくちゃ強い、めちゃくちゃ切ってるっていう感じではないかな。マイナス40とかっていう感じじゃないかな。でも全然不快な音はカットしてくれてるんで、換気扇の音とかそういった騒音は切ってくれそうですよね。じゃあ外音取り込み行きましょう。こっち、おお一気に入る。電車とか乗ってたら音でかそうだね。ランニングとかしてるときは台の方がいいかもしれないけど、電車、おお電車とかの場合は小の方がいいかも。あーこれぐらいの方がいいね。外音取り込みはねかなり自然ですね。すごい違和感あるっていう感じじゃないわ。いやーバランスは完璧だね。しっかり低域は厚みがあるし、広域もキンキンしないし、すごい本当低域の厚みと広域の鮮明さですね。すごいいい音だ。さすがノーベル。いやなんか自信持って出してきたって言ってたけど、ほんとそんな感じだね。もう今までのノーブルファンですよ、ファルコンファンが ANC ね、なノイズキャンセリング入れると音がなーとかってすごい心配してた人もいるかもしんないですけど、全然大丈夫ですね。バランスは完璧ですよ。どんなジャンルでもいけると思う。ロックでもパンクでもクラシックでも、クラシックでもすごいね弦の響きとかそういった音まで入るからすごいですね。もう完璧です。そしたら過去のものとも比べてみましょう。違うな、厚みが違うな。低域のワンもね今は聞いてもいい音なんだけど、厚み深みっていうものがやっぱ全然違うね。あそうね、ファルコン2もいい音なんだけど、やっぱこう厚みなんだよね。厚みがねもう一歩欲しいなっていうところなんだよね。ここはね低域よく出るんだけど、もうちょっとこう広域のこう伸びやかさとか音の全体的な広さが欲しいなっていう風に思うんですよね。でファルコン ANC になるとすげえいい音だな。 10mm やっぱ 4mm 違うだけでこんな違うんだね。今までのノーブルの音が好きっていう人の期待は全然裏切ってないし、ダイナミックさですね、壮大さがね全然違う。すごいねやっぱウィザードは。ちなみにマイクの音質はこんな感じになっています。どうでしょうか。指向性マイクになっていますけれども、声聞き取りやすくなっているでしょうか。こちらがですねノーブルのファルコン ANC の音声です。こんな感じで相手に届くということになりますね。はい、というわけで今度はですねダップです。フィオでも聞いていきたいと思います。もちろんですね iPhone でも繋がってるんで両方と接続されているという状態、マルチポイントですね。うん、いい音。すごい技術だなぁ。なんか、予想をこう簡単にフォイって超えてくるからすごいですよね。全然口との遅れはありませんね。全く違和感はないし、動画を見る分にはですね、問題ないと思います。まあ、音ゲーとかね、そういうのやったらちょっとだけ遅れるっていう感じはなるかなと思いますけど、エンタメ楽しむ分には全く問題ないんじゃないですかね。あ、いかんいかんいかん。いい感じですね。夢中になって見てしまう。音もね、すごい迫力あるから、全然遅延とかも感じないしね、低遅延モードになればね。いやー、面白かった。なるほど。じゃあ、まとめていっていきましょう。はい、というわけで今回はノーブルのファルコン ANC ご紹介しました。いいところ残念なところをまとめていっていくと、音は全く問題ないですね。低域の厚み、重み、迫力、重厚感っていうのかな、そういったものはしっかりありつつ、ダイナミックっていう言葉がぴったりだと思います。ノーブルってね、まあもともと本当に音がいいから、僕もですねランキングこちら1位ですよ。完全に比べるっていうことは難しいけれども、ノーブルのファルコンシリーズでいくともう圧
造的に一番いい音だと思う。ノーブルシリーズが大好きでですね、1から全部追ってますよっていう、その進化をですね、しっかり自分が、ね、確認したい、見届けたいっていう人からすると、期待を裏切らない、素晴らしい一本になってるなっていうふうに思います。アプリもあんな感じで分かりやすいし、再生時間もですね、ケース使えば十分あるし、コーデックもですね、しっかり対応できているし、ノイズキャンセリングもね、もうめちゃくちゃ強いっていうわけではないけれども、しっかりですね、不快な音、低域のゴーとかガーとかですね、そういったものはしっかりカットすることができます。IPX4 もついてるしね、なんかダメなところは見つからないぐらいすごいいいものなんだけど、そうね、あえて残念なところを言っていくと、ノイズキャンセリングの強度、ちゃんと聞いてんだけど、マイナス40とか50とかヘッドホンクラスかっていうと、決してそうではない。まあ、あれはちょっと荷質だからね、ヘッドホンとかはね。強いて言うならデザインが好きかとか、そういうところになってくるかな。運転してる感出ちゃうんだよね。この縦長タイプなんで、まあ、これが本当好きかどうかになってくるところ。市場予想価格もね、19,800円が2万円ぐらいなんですよね。2万円ぐらいって結構競合いっぱいいるんだけど、搭載してこの価格でしょ。で、しかもこの音質を維持できてるから、すごいよね。音もすげえいいし、個人的にはね、大満足、すげえいいものでしたね。発売日は5月13日予定しています。気になる方は僕の動画説明欄にリンクがあるので、今のうちに予約しておくことをお勧めします。それと僕の動画コミュニティ欄から随時お得な情報を発信しています。チャンネル登録していただきますとコミュニティ欄見られるようになりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、インスタ、楽天ルームのフォローもお待ちしてますよ。それとこの動画が面白いと思った方高評価、皆さん今回のノーブルファルコン ANC どう思いますか？ぜひ下のコメント欄に書いて教えてくださいね。続けまた明日、ショー。